ビア鉄道はカナダ国内の都市間旅客鉄道サービスを提供する国営企業である。ビア鉄道は大西洋沿岸から太平洋沿岸までの大陸横断鉄道と五大湖からハドソン湾との間を含むカナダ国内の8州に及ぶ鉄道網上の旅客列車を運行させている。年間約400万人の乗客量となっている。2000年以降は 予算削減の影響を受け、廃止、減便が相次いでいる。ビア鉄道の本社は、ケベック州モントリオールにある。現在、カナダの鉄道は、貨物主体となっており、それらの各鉄道会社は、旅客部門を分離し、国が出資するビア鉄道へ旅客部門を統合した。この方式は、アメリカ合衆国のアムトラックと同様である。 カナダ国外からの旅客誘致にも積極的であり、英語、フランス語の他にスペイン語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、中国語、日本語、韓国語で公式ウェブサイトを開設している。路線名は線ではなく号となっている。正式には2009年以降、カナディアン号とオーシャン号を除き、路線名で故障するようになっている。 カナダを横断する形で運行されている列車は、総じて本数が少ないのに対して、東側を走る列車1日に複数本運転され、コリド号と呼ばれている。ビア鉄道の旅客サービスは、地域や東急によって違うが、それぞれの地域や乗客のニーズに合わせて設定されている。エコノミークラス内蔵2014年12月31日現在、 ビア鉄道は75両の機関車と376両の客車を保有している。これにはディーゼル機関車の GMDF40PH-2 や GE Genesis、そしてカナディアン号やスキーナ号で編成のしんがりを務める有名なパークカーなどが含まれる。ほとんどの車両がスーパーライナーやアムフリートなどの新車に置き換わった米国のアムトラックとは異なり、この パークカーのように1950年代、1960年代に製造されたような古い客車が今なお主力として使われている点がビア鉄道の大きな特徴となっている。2018年12月、ビア鉄道はケベックシティとウィンザーを結ぶ列車をシーメンス製新型客車に置き換えると発表した。2022年より運行開始され2024年までに 全車置き換えの予定である。http コロンスラッシュスラッシュ w w w v i a r a i l s a s l a s e n スラッシュトレインズハットビアレールビアレールアニュアルレポート20142016年3月7日閲覧。北米大陸鉄道の旅 P211 ビアレールセレクツジーメンスカナダトゥ2リプレイス ITS クイベックウィンザーコリドールフリート 2019年12月4日閲覧。ありがとうございます。